こんにちは。4コマ漫画、ダゴ夫婦。主人公の松野です。松野の鬼嫁です。今日は、日和いろは炭を紹介していくよ。別に私は紹介したくないんやけどな。そんなこと言うなよ。それでは、まったりしていってね。日和いろは炭は、イリアムの V ライバーなんだよね。V ライバーって、なんや？V ライバーとは、バーチャルキャラクターを使ってライブ配信する人のことだよ。ライブ配信って、どこでやっとるんや？いろはたんは、イリアムってプラットフォームでライブ配信しているらしいよ。イリアムって、なんや？イリアムとは、自分で用意したイラストを自動的に動かし、イラスト上の架空の人物になりきって、バーチャルライブ配信ができるプラットフォームのことなんだよね。よくわからんが、とにかくこの上の女がライブ配信しよるんやな。日和いろは炭は元ゲーム会社の社員だったらしく、特技はイラスト作成なんだよ。好きな漫画はナルト、ブルーロック、僕やばなどなど。好きな芸能人は稲川淳二さんだって。怖いなあ怖いなあ。ちなみに嫌いなものはないんか？嫌いなものはトマト、辛いもの、ピーナッツとからしいよ。他に何かないんか？ネタが少なすぎるぞ。現在猫を2匹飼ってて、猫様、麦ちゃん、リカちゃんと言って可愛がってるよ。それと3ヶ月に1回くらいの頻度でやめ落ちしちゃうので、皆さんいろはたんを優しく褒めて育ててあげてくださいね。めんどい女やな。そろそろ説明は終わりにしたらどうや？そうやな。最後はいろはたんの素敵なイラストを紹介していくよ。よー、実は今回紹介するイラストなんだけど、私が依頼した原案と実際いろはたんが描いてくれたイラストがどのようになったのか見てもらうために、原案とイラストを交互に表示するのでご了承ください。めんどいシステムやな。まず1枚目から。これが私が依頼したイラストで、これがいろはたんの完成したイラスト。完成度が高いな。で、なんでお前が椅子になっとる？なんでかな。で、次の原案がこちら。で、これがいろはたんの完成イラストだよ。かわいいね。てか、野菜ジュース無理して飲んでるな。ド M なんか？いろは。3枚目は、こちら、私が紙に書いた原案なんだけど、こんな感じに描いてもらえて嬉しいね。てか、猫に粗相をされとるイラスト、依頼すんなお前。4枚目はこちら、今は絶滅危惧種のヤマンバギャルが、可愛く書いてもらっちゃったよ、素敵だね。お前の依頼イラスト、意味がわからんな。5枚目がこちら。SNS のアイコンを依頼したら、こんなに可愛くなっちゃった。皆さん、お気づきだと思いますが、まったり説明の、私たち2人も、いろはたんに、描いてもらってます。まあ、うまく描けているから、許してやるか。最後に、去年の年始イラストの依頼も、こんなに可愛くなっちゃった。バニーガールをウサギに例えるお前のセンスが本当に気持ち悪い。上のイラストは私といろはたんが永遠の愛を誓ったイラスト。最低やな。もううちら夫婦は離婚決定や。そんなこと言うな。最後にいろはたんへ、無理しないでゆっくりお体をご自愛くださいね。というわけで、今回は日和いろはたんについて説明したよ。それでは最後に、あの挨拶で終わります。おついろ、おついろ。提供は、ダゴ夫婦でおなじみの、松野博士がお送りしました。